発表されるとても男らしい料理名がどういう料理かを答えてもらうコーナーです川さん今日の料理の発表をお願いします巨大マグロをさばき始めた途端のほったらかし<ー> <laughs> 楽しいコーナーでございますいきましょう、うん、ラジオネーム琴の侍渡哲也のマグロ ほったらかし会長というセリフでおなじみの CM 一気にこの料理の知名度が上がったうん、うん、撮影のね会長、うん、ほったらかしラジオネームドランカー巨大マグロをさばき始めた途端のほったらかし「もったいないおもてなし」に続いて「ほったらかし」が日本発信のカルチャーとして海外で流行になる うんあこのいいですね海外に向けて発信されて、えー、ラジオネームセイント巨大マグロをさばき始めた途のほったらかしほったらかさずに最後までさばいてみたという動画をヒカキンがアップしていた <laughs> でそうですね,なるほどねすごい再生回数が、うん、ラジオネームいぶし銀太郎ドラマ「北の国からでゴロは」で五郎は 息子が調理中のほったらかしを勝手に食べた客に対し息子がまだほったらかしてる途中でしょうかと激怒したラジオネームいぶし銀太郎ほったらかすのはズボラな性格の人が向いているのではるかクリスティーンが得意料理としてテレビに出ようとしたが 中村アンに足元からかっららさわれた <laughs> どういうことだこれも俺どういうことだでもなんか気になって読んじゃったああまあはるかクリスティーンの家が汚いとかがあるからねなるほどね中村あそうか中村アンもそうか髪の毛洗わないとかだからかああずぼ同じキャラなるほどねかぶりがあったっ、うん、そういうことねラジオネーム 床が汚れないように新聞紙の上でマグロをほったらかすがその新聞はすべて放置新聞である <laughs> はあ<ー>綺麗だなーなホンねなんか美しいいやいやいや,いや美しいですね日本語としてーえー、ということで春日さんこの中から一番この料理らしいものを選んでください,い 1>, 1名お願いいたします 上がりました、えー、これいきまししたこれきょうかね、えー、ラジオネーム88、えー、放置新聞おめでとうございます88、うん、八八さんこの方には日例の冷凍食品詰め合わせお送りします今月のプレゼント商品は本格焼きおにぎり若鶏タレ漬け唐揚げ甘エビシューマイお弁当肉 <laughs> ミニハンバーグの4種類が入っています さて、えー、来週ですが、竹田リーヌ山口からのメールです。えー、先日、鳥居に龍が絡みついている品川神社に行ってきました。見た瞬間、男のパクリだと思いました。うん、千年前の神社にも影響を与えていた己の凄さに恐れおののきました。とのことです。<laughs> 料理名は、のぶたの。 首根っこ掴み、うん、コブダイのコブに投げつけた生卵 <laughs> <laughs> もうこれじゃん、うん、えー、そして最後 <laughs> とにかくでかい豆男らしいのかなちょっとネタに詰まってきてるようですが、うん、前回放送の若林さんの僕に対する一刀両断のダメ出し男 うん、これ広安からメール来てるんですけどさら、うん、にもはや僕の送ってきたメールを読みませんとも言わないその無視力、うん、それを肯定も否定もせずにいる春日さんのその存在感無鉄ぽ <laughs> 以上です私言ったんですよ展開するなんて、うん、女までだっつって、うん、言ってましたねしかも女もあんま数出してほしくないここぞという時に、うん、男でずっと言ってほしい でも無鉄砲って言っちゃうんですよね、うん、あの広安だから <laughs> しょうがないねうん、うん、ええー、あのー、俺らのネタライブでしか受けないらしいよ男をっていうえタイタンラ,ライブ」だともう全然受けない、まあ、そうなの、うん、なんでだろう、ね、さあ春日さんじゃあ、うん、今日はケ、えっと、田リーノの、えっと、料理の、はいくつか選んでください じゃあいきましょうかねとにかくでかい豆<れ>